自閉の動画解放群。自閉の動画解放群、楽しいレビューのコーナーです。イナテックの提供。スマホの音楽をどこでも聞きたい。特に浴室とかアウトドア。でも水とか汚れが怖い。この時は防滴の Bluetooth スピーカーですね。バスルームでシャワー浴びながら使います。アウトドアでも安心して使いますね。あとゴムのストラップもついてますので便利ですね。歩きながらこのように持って聞くこともできますね。操作部は上部に集約されてますね。手探りではちょっと操作しづらいです。見て操作してください。電源再生停止ボタン、音量の調整ですね。それと側面に AUX 入力とマイクロ USB の充電端子。防水カバー付きです。AUX 入力するとき、充電するとき、このときは防水じゃないですね。まず低音出ないです。バッサリとカットされてますね。低音出ないのダメじゃないか。そんなことないです。もうこの大きさだと、重低音なんて出しちゃダメなんですよね。出すと不快な音が出る。であれば、意図的にカットする。意図的に重低音をカットすることで、中音域に力を集中できるんですよね。だから聞き取りやすい音で音楽を楽しむことができます。スピーカーの設計いろいろあります。ハイファイ製品が欲しい人は、もう上から下までとにかく再生。それこそ正しい。そう思われてます。でも、アウトドアで使うスピーカー、しかもこのサイズ、もう物理的に低音が出ない。であれば最初から低音をバッサリ切る。必要な工夫ですね。それによって音がいい。屋外でも音を出しても割れない。シャワールームでも変な低音が響かない。いろいろ利点がありますね。形も四角いから使いやすいですね。周りはゴムのバンパーがついてますね。好きなところに置いて使いますし、バスルームでも滑りにくいですね。あ、もちろんこれ落としちゃダメです。水没ダメです。防滴だけですからね。それは気をつけてください。あと音の感じ。低音がバッサリ切られてますので、すごくハキハキしてますね。歯切れいいですね。細かな楽器の音、まあ再現してるって感じですね。低音以外は。だからある程度の音楽好きにもいいですね。ちょっと本格的な音楽を外で大きめの音量で聞きたい。そういう人におすすめです。イナテックの提供でした。
自閉の動画解放群、動画で解放とか、めっちゃええやん。